男子ゲーム9ルールの試合を2ピストで行います。男子ゲームで9ルールの選手は2ピストに入ってください。現在、男子で予選プール全ての試合が入りました。次に空いたピストに女子サークルの試合を入れていきます。女子サークルに出場する選手は準備をして選手待機所に待機してください。